だけやな、ほんまに。いやもうあんなんちょっと無理です。まだ来年ある。まだおらんなあかんから。まだ来年やるの。来年10月2デイズでやるの。まだやるんですよ。え2日間。2デイズ。2日間。も機材運んでるから、そのまま止まらないのね。会場というかね。でしょ。片付けまで厳しいからな。いやもうずっと粘りつながるんですよ。酒飲んでね。酒飲む人は。それがね、いいですよね。10月ちょっとでも寒いですから。この間のせいで暑かったでしょ。あれでね、ほんまは7月やってんけど、ちょっとあんまりにも7月はきついって暑いですよ。で10月にしてくれへん。ほんで10月やったら2 days でしょうかと。でそれは何ですか、大阪城ですか。大阪城、いや大阪城ヤホンってあるでしょ。あもう今、まあ、それ10月にあるんですか。来年、来年の話ですか。この間のはね、もう終わったんですよ。全国でやってますもんね、大阪城って。でもアマチュアでね、あの名古屋とかでもやってますわ、ずっと何年も。まあとにかく、そ
ったら、もう、まあ、もっと東大阪フォークジャンボリーのどっかでやるのもいいですよね。やるのもいいですよね。カイさんの歌になってるんですけど、横浜町でもうね、何十回も歌おう。もう古い歌しか歌わない。食べ物とかいいんですか？何も食べてないけど、え、酒食べてないけど、酒でもなんかずっと、まあ、で、木田さんがコロッケとかから買ってきてくれたからここまで回ってない。ちょっと酒飲みません。まだもう出歩かないですか？あ、もらいましょうかね。松野さんもあれっきりでしょ。ワインが飲めるさ、僕も全くあれ以来全くダメ。それはもうだからもったいないから、もうどこで飲もうかなと思う。いやいや、そういうもんですよ。違うことやったら、なんか違うことやったらどこだけなんで、誕生日祝いか何か。それツアルの何でしたっけ、カイさん？ん？ツアルのふるさとって古い、古いよ。これってチアルが歌ってたやつちゃうの？ひばり、ひろひばりのチアルが、ね、歌ってたんですよ。いや、今結構してるもんな。いい歌、僕それとね、個人的にはカイさんが歌ってほしいのは、岡林さんの、岡林信康が歌ってたあの、あ、前に歌ってたやつ、あれ、ひばりのあの歌、楽譜持ってきてないから。麦の、麦なんとかなんとか、麦のなんとか、麦畑の、あ、それそれそれ、あれいいやろ。